お疲れ様です。今日はですね、こちら京介大量生産デッキということでやっていきたいと思います。さあ、こちらのデッキですけども、もう見た通りね、その攻めカードとかがないんですよ。ホグとかゴブリンバレルとかバルーンとかないので、マジ一体どうやって攻めるっちゅうねんっちゅうデッキなんですけども、マジで京介がね、今回バランス調整で強くなって、さあこちらですね、攻撃速度が速くなって、あとね、ヒットポイントも上がったっていうので、もう京介がバカみたいに強いんですよ今。そうなんで、もう京介だけで勝てる世界がね、来ました。まあ、ということで、まあ、やばいこと言ってるんですけども、エリポン置いて、エリポン置いて、もう最終的にはね、京介で勝っていこうっていう、やばいやつですね、やっていきたいと思います。まあ、ちなみにこのデッキはね、海外の、まあ、OP サムっていう、まあ、それこそ本当にいろんな、なんかやばいデッキとかを、まあ、自分でも作るし、使うし、マルチで世界一フィニッシュもしたことあるしっていう、まあ、めちゃくちゃ上手いプレイヤーが、考えついてました。そう。で、なんかトラ上げ。このデッキはやばいぜってツイートしてたんで、ちょっとね、面白そうだなっちゅうので、やっていきたいと思います。もう、京介だけで勝つっていうね。なんか本当ね、後ろにホグとかバルーンとかいたらもうより強そうなんですけども、まあそんなん知らんがなっていうので。さあ、で、今回の相手は、まあエリポンを置いてきてるんで、まあ三重士かなっちゅう。さあ、ここはもうしょうがないですね。で、エリポンに5打ちたいね。で、相手もまあ、多分エリポンミラーなのかな、どうなんだろうっていうとこですけど、僕も置いていきたいですね。もうエリポンミラー。ここでワンチャン三重視でいたらもう三重視ドーンなんですけども。さあ、あれ、5打ちたかったな。まあ、だから今回相手三視だったら、でもまあ、多分三視なんですけど、鬱陶しか呪文がないんで、まあ、そういった意味ではね、俺のね、このファイヤーボールは結構生きてきそう。あー、うっといやらしいっすね。いや、でも5打ってると、なんならどんどん損してくるな、これ。だから5打たずに、エリポン打った方が得、エリポン置いた方が得かもしんない。いやー、マジで、いやらしいタイミングのヒースピア来るっすね。さあ、スケで囲んであげて、うん。いやー、クソゲー始まりまーす。で、最終的に京介のバカが届くかどうかみたいな感じっすね。で、ここでもう一個エリポン来たら、ファイブかな？いや、ここに置いてくれよ。よし。そう、置いて、打って、いや、まして、最近これがもう、当たり前の世界なんで、ね。いやー、このね、ちょっと、出したいのにな。出させてくんないね、エリポン。置きたいのに。いやー、まじで。森もね、わかりました、これ。多分、エリポンに5打ってるとね、損します。いやー、でもこれ打ち得っすよね、さすがに。さすがにね。で、ここを毎回圧着で受けてたんで、三重視じゃなくて、京介で受けます。そう、こうして、ああ、もうこれはもうコウモリでいいやん。で、エリポン来たいですね。オッケーオッケー、もうこんなん知らんねん。どうでもいいね。エリポンいて、あとはもう、どうしよう。どうしてほしい？それ。マジで。ああ、マジで、めんどくせえ。ね、もう、相手も多分思ってると思うんですよ。めんどくせえと思いながら多分ね、相手も食らわしてます。さあ、でも、こうなった時に、最終的にファイヤーボールの差で勝てるっていう、えぐいね、試合になりそうだけどね。どうだろう。いやー、マジで、やばい。本当にやばい。だから、まあ、昔はこういうのがね、結構あったんですけどね。久しぶりっすね。おい、ええやん。ええんか本当にこれでええんか言うて。おー、なんかめちゃくちゃ攻めてくるんですね。分からせようと。もうダメージ追いつくのに必死です僕っていうのを言ってますね、相手は。もうそういう姿が見られちゃうと、あ、必死なんだってなって、あ、じゃあもうゆっくり行くよねっていう。いやー、でもなんか嫌だな。戦いにくい。マジ、世界一戦いづらい。いやー、こういう相手。エリポン置いて、京介置いて、もう一生これ。もうやばくないですか？でもこれで勝てるんですよ。マジで。いやー、キモい。本当にキモい。京介出しとくか？なんかあんま出さない方がいいかもしんないんですけど、相手によっては。エリポン置いて、まあ、僕の負け筋は何だろう。なんか、人として敗北？なんか、何をしてんだ俺っち。で、京介置いておけばね、相手攻め通んないんだよね、マジ。
えぐい。いや、これマジで。これで勝ちって何これ。もうタワーもね、巻き込んじゃう。えぐすぎる。ちょっと待って、やばいやばい。これで勝てる、でも。勝てる勝てる勝てる。さあ、鉄壁。鉄壁フィジカルの最後の最後に、さあ、行きましょうか。巨大スケルトン。で、私は攻めたいんだよの、さあ、タイブレイクも見越して、ファイブ削りしていく。ああ、めっちゃ棒うまい。まあでも、マジで最強の巨大スケルトン両サイドに出していけば、絶対負けないんですよ。はい。はい、来ました。勝ちです。っていうので、このデッキでトロ上がるっぽいんで、やばっ。いや、ガチやばいな。なんか、ね。やばいとしか言えないよね。まあ、エリポン置いて、まあ、最終的に強スキ6体ぐらいね、盤面に溜まると、まあ、楽しいかなっちゅう。まあ、でも本当に、高回転三重子の強みが、エリポンがやっぱね、アドをたくさん作ってくれて勝つみたいな感じの、まあ、三重子じゃなくていいよっていう。なんかそんな感じっすね。高回転三重子エリババの、まあもうほんと三重子じゃない版、高回転エリポンで中身なんでもいいやろっていうので、いや、マジで、やばい。なんかもう強いっすね。キョスケがやばいっすね。ほんとに。キョスケ、普通になんか緊急加砲一緒にされてもよかったんじゃねっていうぐらい、結構ガチの方で強いっすね。なんかマルチでも、もう使ってる人多いんですけど、なんかもう、タワーの方に歩いてきてて、いや、さすがにこの巨スキは届かんやろって、なんか見届けてると、もう余裕でタワーの目の前にひっついてるっすね。なんかもう、来ねえやろからね、3歩ぐらい歩いてくるっす、こいつ。そして気をつけないとやばいっすね。これも相手も同じですね。もうなんかもうこの敵が強いんですよ、今。その強すぎて、相手も、ね、巨スキ、これでも届かねえな、絶妙に。絶妙に届かねえ。これも圧着引っ張ってもらってさ、美味しいんじゃね？消えて。ああ、いいファイボ。そのファイボ使ったんで、エリポン一丁。で、男の強で、もう一回ファイボミラー来ても、もう一回エリポン切るっていう。さあ、キョロイ対決ですね。キョロイって言ってもあっちがスケキンか。まあ、これでさすがにどっちが有利なんだろう。昔だったらね、もう、キョスケとスケキンはスケキンが勝つから、キョスケが流行ってなかったんですけど、今だとね、どうなんやろ。さあ、ノックバックして耐えてく。まあ、線も耐えてりゃ、なんとかなるんじゃねえ、言うて。まあ、コウモリめんどくさいっすね。さあ、エリポン置いて、結局ね、もう、クラロってこのアドゲーなんで、アドで世界をね、使います。で、お互いコウモリきついっすね。お互いコウモリきついよ、言うて。戦う感じかな。だからまずはね、ファイブ打たないといけないっすね。エリポンが。よいしょ。エリポンいて、結局ね、こういうことよね。引っ張ってもらって、いいんじゃない？スケキンがね、硬いよね。ファイブ打つよね。キョスケですよね。こっからです、もう。時代が。地獄の、無限巨大スケルトン編にね、突入します。はい。おかわりでやんす、言うて。いやー、やばいっすよ、これ。もうなんか、キョスケが止まんないっていうね、意味不明なことが起こるんですよね。マジで。いやー、ガチでこれは、止まんないな、さすがに。とか思いながら、めっちゃ防衛されるっていうね。いやー、でもさすがに、16が歩いたっすね。いやー、マジで、こうなるんですよね。最終的にエリアドで、巨大スケルトンに潰されていくっていう。いや、キョスケはマジで、1対1がもう強すぎてやばいっすね。ね、もうなんかずる。ガチでずるカードになってる。さあ、キョスケね。まあ、デッキだと、なんだろうな、まあ、これ、これはもうキョスケデッキなんですけど、マルチで上位だと、まあ、キョスケホグで、キョスケコカツ、キョスケスパーキー。まあ、キョスケルシェイはどうなんだろう、入ってくんのかな。まあ、キョスケスキャラは意外と少ないですね。キョスケスキャラが少ないのと、まあ、昔だったらバルーンとかもあったけど、まあ、最近はちょっと少なめと。
まあぶっちゃけキョスケだったら何にでも合うかな。あ、でこれ相手がもうあれだ、ライトニング使ってくれたんで、でもロイじゃないですか。メガゴライトって、あ、まあゴレもあるな。ゴレかロイの2択で、そうっすね。いや、これもめっちゃ美味しいですね。まあ消えとくか、おとなしく。いや、直営でも前より、いやいや、遅くなったね、いやいや。さあ、これも、本当に、一生さっきみたいに粘って、キモいぐらい粘って、もう最後になんか、キョスケ、キョスケお前やばすぎやろっていうパーティーをするだけっていう。さあ、めっちゃ攻めてこられてる。これノックバックしないと多分やばいんですっけ、このドリル野郎が。っていうので、あ、でもこれ、B 面残ったの熱いな。さあ、そう、これ、絶対届かんやろって見てると届くんですよ。ふふふ、いくないっすか、今の。ね、タワーに入ってます。さっきまでのね、ダメージリード、チャラです。で、レシピ使ったんで、こう、コウモリつけて全防衛できるっすね。来ないかな。わかってるか。さあ、で、まあ、あとは、圧着衣とか後ろから出して、もう、エリアドゲー。エリクサのアドバンスすごい。さあ、で、まあ、キョスケと、まあ、あとなんか適当に、LSP 裂いてほしいな。いや、マイティな。キョスケに強いっすね。ね。あ、でも、あれキョスケに強いっすね。撤回してもいいっすか。潜ってたわ。さあ、落ち着いて、耐えていく。いや、キョスケ、キョスケで勝てる時代になっちゃったっすね。キョスケだけでいいっていう。新しい。ね。セミカード、キョスケだけでいいっていう。いやー、マジで。キョスケ出してるだけ。で、あっちょっか引っ張られても、まあ、別にそんなにいいよねっていう。で、このエリポンは、まあ、あれっすね。防衛エリポンにもなるんで、終わったっすね、これ。多分、キョスケの爆破で、呪文圏内じゃないですか。さあ、ガーデン君。いやー、なんか、ね、こんな、バカみたいなデッキなんですけど、バカ強いっす。もう、キョスケがクソ強いっす。キョスケゲーでした。いや、マジでね、キョスケが強すぎるんで、今、ジャイとか、なんだゴブジェイとか使ってる人は、もう全部ね、キョスケにした方がいいっす。これ結構ガチっすね。本気で強い。あ、これ 3C っすね、多分。30質界じゃないですか？か、まあ、ペッカ工場もあるっすね。まあ、2択っすね。あー、ハイボ使っていいのそれ。そんな雑に。圧着衣処理のためにファイブなんて使っていいんすかお兄さん。置いちゃうよ。なんなら2個置いちゃうよ、俺。まあ、ユーノとか来てね、スケで受けたらザップくるんでしょっちゅう。さあ、ペッカですね。まあ、ペッカにね、勝てたらもう、相当よ、それ。さあ。まあ、これはね、圧着衣に寄せるしかないっすよ。バッカーで痛いけど、まあエリポンを受けてこれは悪くないんじゃないですか。さあ、まあなんもね。いや、これはさすがに今日は痛いんで、これさ、相手ペッカー、あ、まあ工場釣りとかもあんのか。なんか、キョスケの受けが多いと、ちょっと嫌っすね。僕からしたら。さあ、でもこれはさすがにリポインティー。だって、キョスケにもう一枚出さないきゃ。あー、なるほどね。いい受けだ。優の追加来るかな、これ。まあ、スケがね、あるんすけど。スイッチを消えて、いや、これなんかありそうじゃないですか。今これキョスケ切るとガチ扱ったんだけどな。コスト的にね、しゃあないです。さあ、暇なんでカード回して、でウッド使ったすぐが相手からしたら向上チャンスですね。いやー、打ってくんのかい。さあ、エリポンいて、結局僕の勝つプランはもうエリポンクしかないんで、何があってもエリポンクです。うわ、両方当てるか、これ。まあ別にね、いいんですけど。
耐えれるよ。もう耐えたら俺のターンだからね。ガチで。まだ耐えるんですけどね。結局ね、中途半端が一番ね、良くない。よいしょ。いや、めっちゃ雪してない？男の端前。いや、マジでうまい俺。多分世界一の端前ペッカ使い、端前キョスケ使いになれる。よし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 、どっちか入れ、どっちか。16がいいね。いや16めっちゃいいで、16にペッカ出してくるんで、はい、端前着いい。キョスケまで行っちゃう。5か。うえー、すごね、すごね、これやばくね、えぐいよねこれえぐすぎる、これやばいな、この戦術ガチでやばい、マジでね。エリポン置いて、エリポン置いてキョスケ出すだけなんですよ。そうけど、もうこれがね、単純で一番強い、シンプル。結局ね、そう、相手ホグライダーって書いてるですね。ホグはね、嫌ですね。やっぱ完璧できないんでね、ホグ。さあ、スケでヒースピ飛んできたんで、もうこの時点でスリーマスケッティーよ。あなたは三重師です。いや、三重師はなんか一戦目になんかね、地獄みたいな試合した気がするんですけど、地獄二周目いきますか。やっちゃいますか。どうなんだろうな、エディポンなんか相手置く場所なくなってさ、同じそこら辺に置いてくれねえかな。そしたら俺のファイボでね。あー、ゴルナイ、いいね。エリポンミラーはこの後にもできるっすね、相手一応。やろうと思えば。うい。そういうことよね。そういうことなんだよ。いや、えぐいな、これ。ね。で、俺も結構高回転で回していかなきゃ、渋いっていうのをね、さっき学んだよね。これでもファイボ削りで勝てるんだっけ。いやー、ヒースピゴルナイ、ウッドノアもちょっとね、厄介っすね。まあ、キョスケ出してもいいか、別。エリポンがね、これ怖いっすよね、マジ。消えて、顎か。これヒースピ使ってるくね。いや、めっちゃいい。なんか頑張ってる、あっちゃくいが。後ろから。いやー、なんかもうちょっと、届いてねえのか、あれ。あー。でもこれ、一試合目とほんと一緒なんですけど、今から多分一生守るだけっていう、結構ね、ゴミ試合をね、やりたいと思います。さあ、まあ、ウッドがちょっと嫌するね。いい味出してるな。そう。ね。えぐい試合します。で、リポンいて。ああ、今の消えたの痛いな。もう、よくわかんないもんね。何がしたいの。まあ、相手のこのゴースト。ゴルナイが普通に嫌なのはあるけど、うん。あー、でもなんか入ってんな、変なダメージが。いや、ガチやばい。苦手。これもう若さじゃない、若い方が勝つみたいなとこない、この試合。そんなことないのか。ここ美味しくね、若い方が勝つとかじゃない、これ大丈夫。僕も22のジジイ、22のジジイにはちょっとエリポンゲーは難易度高い、高いです。さあ、もうクソゲーやばすぎ。
で逆サイぶっぽされても別にね、キョスケとかもあるんでね。よいしょ、ヒースピ用にウッド。いやー、そうしたらなぜか相手の方がこのきつくなるっていうね、キョスケが溜まっていくっていう謎。あれ、キョスケがもう、キョスケがね、キョスケが止まんないんすよ。あーあーあーあああ、キョスケがさあ、ということで、ガチで本当にこの世に存在しては欲しくない最強クラスなのが生まれちゃいましたね。さあ、ということで、まあ、マジで、えぐいな。なんかもう、まあ、おもろいんですけどね。まあ、キョスケマジで今めっちゃ強いんで、皆さんもキョスケぜひね、使った方がいいです。使ってみてください。チャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。